次に大口義則君。公明党の大口義則でございます。今日は、ご質問の機会いただいてもありがとうございます。まず、最初にですね、昨年7月の1日からの大雨で7月3日、静岡県熱海市において、盛り土が崩壊し土石流が発生、お亡くなりになった方が26名、いまだ行方不明の方は1名、多くの住家被害など甚大な人的物的被害となりました。あれから7ヶ月が経過いたしました。改めて犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての皆様に心よりお見舞い申し上げます。この土石流災害からの復旧にあたっては、緊急的な砂防工事を迅速かつ効率的に進め、被災地の復旧復興を加速するため、国交省の中部整備局において直轄砂防災害関連緊急事業が令和4年度末完成を目標に実施をしていただいております。この件については7月13日赤羽国交大臣にこのいろいろ支援の緊急要請をさせていただき、そして盛り土の総点検あるいは規制の見直しの要望もさせていただきました。昨年11月8日には斉藤国交大臣にも現場を視察していただき、そしてまたこの盛り土に関する法規制強化について国交省としては積極的に対応していきたいとこう述べていただきました。政府もですね、本当にこの問題について対応していただきまして、8月の10日にはですね、盛り土による防災、災害防止のための関係府省庁連絡会議が開設され、翌日にはですね、この関係省庁局長等のですね、連名でですね、各都道府県知事に対し、この全国の盛り土の総点検、これをその要請し、昨年12月10日にはですね、総点検の状況の暫定取りまとめが公表されました。また内閣府はですね、この関係府省庁連絡会議と並行して、昨年9月30日、盛り土による災害防止に関する検討会を設置し、この検討会が12月24日にですね、取りまとめの提言を出されまして、そこで盛り土の総点検等で確認された災害危険性の高い盛り土に対する具体的な対応策、危険な盛り土等の発生を防止するための仕組み、すなわち新たな法制度の創設、法施行体制能力の強化、建設工事から発生する土の搬出先の明確化など盛り込まれたわけでございます。この総点検の結果にや、検討会の提言も踏まえまして、例えば令和3年度の補正予算、そして令和4年度の予算案にですね、地方公共団体への支援が盛り込まれたわけでございます。我が党もですね、この国民の生命、身体、暮らしを守るため、危険な盛り土等を全国一律の基準で包括的に規制する新たな法整備を強く要望してきたところでございます。ここで国交大臣に3点お伺いします。今回その国会に提出予定されていますいわゆる盛土規制法案、宅地造成および特定盛土等規制法案につきましてですね、この盛土等に伴う災害の防止に関する国による基本方針の策定、それから土地の利用区分にかかわらず隙間のない規制、盛土等の安全性の確保、責任の所在の明確化と危険の確実な除去、実効性のある厳格な罰則が規定されています。この法案の意義についてであります。また2点目にですね、この法案を実効性あるものにするためにはですね、違反行為に対する施行停止命令、改善命令等のですね、実施や厳格な罰則の適用、平素からの監視や違反行為の早期発見、関係機関との情報共有や行為者等への迅速な行政処分等の法施行体制、能力の強化、これが重要と考えます。この点について、そして3点目にですね、建設工事から発生する土の搬出先の明確化であります。
すべての公共事業発注者に指定利用等の原則実施を要請すること、そして公共民間工事での建設発生度の再生資源利用促進計画の強化、徹底をすることでございます。でそれとともにですね、その受注者が建設発生度の適切な処理を行えるよう、発注者が工事の発注段階で建設発生度の運搬処理費を適切に計上すること、予期せぬ費用増が生じた場合には、受注者と適切に協議すること、これは重要と考えます。以上3点について、大臣にお伺いします。国土交通大臣、斉藤鉄夫君。はい、まず昨年7月の熱海市での土石流災害の際、そしてその後、大口地元の議員である大口委員におきましては、大変ご指導いただきましてありがとうございます。そのおかげをもちまして、危険な盛り土を包括的に規制する法制度を構築しようというところまで参りました。今3点、この新しい法制度について3点ご質問がありました。まず1点目 の法案の意義でございますけれども、新たに造成される盛り土等について土地の用途にかかわらず許可にかからしめ、全国一律の基準により安全確保を図る。また既存の盛り土等についても災害防止のため必要なときは土地所有者や行為者等に対し是正措置を命令することを可能とする。また無許可行為や命令違反等について厳格な罰則を適用することで規制の実効性を確保すると。これがまず意義でございます。で2点目の法制度を実行荒らしめるその施策でございますが、自治体の執行体制を確立するとともに廃棄物担当部局や警察など関係部局との連携強化が不可欠で、この点を強化いたします。具体的には自治体が円滑に法制度を実行できるよう国でガイドラインを整備すると、それから地方整備局から職員を派遣し自治体の関係部局間の連携を促す、こういう形で自治体を支援し実行を荒らしめるものにしていきたいと思っております。そして3点目の建設工事から発生する土の搬出先の明確化でございますけれども、具体的には搬出先での盛り土等の行為について法制度に基づく許可を事前に確認するなど、元請け業者において搬出先が適正であることを確認する仕組みを作ります。また公共工事における指定利用等の取り組みを徹底していきたいと思っております。このほか建設発生度の適正な処理を担保するため発注者に対して委員ご指摘のございました契約締結時に適切な費用負担をすべきことや追加負担等について受注者と適切に協議すべきこと等について要請できる仕組みにしております。国土交通省として二度と熱海市と同様の悲劇を繰り返さないよう今国会における法案提出へ向けてしっかりと取り組んでまいります。大口義則君。これ熱海市だけでなく全国本当に知事さんはじめですね要望ございます。しっかりこの国会でですね法律が成立され、そして機能するようにですね国交大臣のリーダーシップを期待しております。次にですね、国道1号長沼交差点付近の道路機能強化についてお伺いします。国道1号長沼交差点の重大損失時間は対策が 未計画の箇所で、静岡県内ワースト1でございます。県内の国道1号の平均の約6倍の重大損失時間が発生しており、交通事故も多発しています。でまた国道1号長沼交差点の南には JR 東海道線東海道新幹線をまたぐ長沼大橋が接続していますが、橋梁からすでに55年が経過し、老朽問題に加え橋脚は熊本地震で落橋した不良第一橋と同じロッキング橋脚で単独で自立せず大規模地震で落橋する可能性があります。昨年2月の党分科会でも私も赤羽前大臣に対してこの国道1号長沼交差点付近の道路機能強化はこの広域道路ネットワーク防災減災国土強靭化災害時のリダンダンシーの観点から
東名、新東名、国道1号、国道1号バイパス、国道150号などを南北で結ぶ地域公共道路、静岡南北道路の計画の中で、この中沼交差点の渋滞対策、中沼大橋の老朽化対策を国が主体的に検討するよう求めました。そして大臣か前大臣からは、その夏を目途に立体化の方針を示すと、こういう答弁をいただき、5月21日にもですね、規制同盟の田辺静岡市長会長や上川、法務大臣当時ですね、それと私、これは規制同盟の顧問をやっておりますが、岡本大臣にも要望させていただき、そして7月16日、第3回のですね、静岡県道路交通渋滞対策推進協議会、中沼ワーキンググループにてですね、この静岡鉄道踏切と長沼交差点をまたぐ立体化事業と、長沼大橋付け替え事業の一体的な実施の方向性が示されたわけでございます。これは静岡市民にとって悲願のですね、この道路整備でございまして、この計画段階評価のプロセスに入る時期が来ていると、こういうふうに考えております。斉藤国交大臣のこの今後の見通しについてお伺いします。斉藤国土交通大臣。静岡市内の幹線道路ネットワークとしまして、新東名高速、ネットワークとしましては、新東名高速、それから国道1号静清バイパス、それから東名高速等が東西軸として整備され、これらを相互に連絡する静岡南北道路が南北軸として計画されております。この静岡南北道路が国道1号現道と交差する長沼交差点において、慢性的な渋滞が発生し、地域の生活や経済活動に支障が生じています。また平成29年の台風21号により、東名高速と国道1号が通行止めとなりましたが、新東名高速への迂回交通が清水連絡路に集中し、災害時の代替性確保の観点でも、南北軸の道路ネットワークを強化すべきとの課題が顕在化したところでございます。これらの問題を解決するため、昨年7月、国土交通省、静岡県および静岡市で構成するワーキンググループにおいて、国道1号長沼交差点の機能強化案として、静岡鉄道踏切と長沼交差点をまたぐ主要地方道山脇大谷線の立体化事業と、JR をまたぐ長沼大橋の架け替え事業の一体的な実施を決定したところでございます。国土交通省としましては、引き続き関係自治体と連携しつつ、来年度からの計画段階評価の着手に向け、この対策案の詳細な検討を鋭意進めていきたいと思っております。小口義則君。明確に来年度からの着手ということを明言したいと思います。ありがとうございます。今日では大臣、これでご対処室をしていただければと思います。はい、それでは斉藤大臣におかれましては離席していただいて結構でございます。次にですね、国道1号静清バイパスの清水立体についてお伺いします。この国道1号静清バイパスは、この県と静岡市の東西交通の大動脈であり、国道1号の渋滞緩和や国際拠点港湾清水港へのアクセス向上を目的とした道路であります。東名、新東名、中部横断自動車道と高速道路ネットワークを結び、地域経済の活性化や災害時の救援活動など、さまざまな取得効果を生み出すものであります。清水立体は、静岡市清水区横砂東町から八坂西町の 2.4 キロメートルを高架構造に変更する事業で、静清バイパスで唯一立体化が完成していない区間でございます。信号交差点が7カ所連続し、1日7万台前後の車両が通過することから、激しい渋滞が発生し、この区間の交通事故の死傷件数も、この立体化区間より多く発生しております。昨年の党分科会で、私は限られた予算で1日も早い整備効果を出すためには、上り線から先に供与したらどうかと提案をさせていただきました。この上り線を先に供与することと、今後のですね、供与開始の見通しについて、道路局長よりお伺いします。国土交通省道路局長、村山和也君。
お答えいたします。国道1号静清バイパスは東西の交通の大動脈として約7万台の交通を担う重要な幹線道路であります。このうち清水立体区間につきましては静清バイパスの中で唯一立体化が完了しておりません。このため前後の区間と比べて速度低下が著しく国際拠点港湾である清水港へのアクセスに支障が生じており早期の立体化が望まれているところであります。現在現道の切り回しを行いながら工事を進めており、今年度は本線のすべての橋梁下部工に着手するとともに八坂地区において橋梁上部工にも着手したところでございます。今後は委員ご指摘のとおり早期に整備効果を発現させるためまずは東京行きの上り線工事を優先的に進めております。この上り線の開通時期につきましては工程を現在精査して検討中でございます。引き続き地域の皆様のご協力を得ながら一日も早い完成を目指してしっかりと整備を進めてまいります。大口義則君。優先的に進めるということでございますしっかりお願いをしたいと思います。次に国道1号浜松バイパスについてお伺いします。平成30年の2月にですね、党分科会でですね、この当時、石井大臣にですね、質問させていただきました。これ岩田バイパスから浜名バイパスを結ぶ延長 18.3 キロで、1日当たりの交通量が約4万台ということで、静岡県西部地域のですね、大動脈であります。で、石井大臣が、これについては、国、静岡県、浜松市等の関係機関がからなる、この国道1号浜松バイパス連絡調整会議、これを設置をしていただいたところでございます。そして31年の3月にですね、第3回の連絡調整会議で、現状で課題が顕在化している長鶴交差点から中田島砂丘入口交差点間の延長6キロを優先整備区間と設定し整備を進めることになったわけでございます。そしてですね、昨年の2月24日、この中部整備局の、中部小委員会でですね、計画段階評価に着手、また4月27日にはですね、防災減災国土強靭化に向けた道路の5カ年対策のプログラムで、計画段階評価推進区間に位置づけられ、6月の中部小委員会でですね、立体化プラス平面6車線化を対応方針とすることが示されたわけであります。一昨日、この規制同盟の鈴木康友浜松市長、この規制同盟会長、そして私、塩谷、木内亮代議士、また公明党の浜松市議団とともにですね、直接斉藤大臣に面談し、そして市長から2月10日都市計画変更の完了がしましたとの報告とともにですね、令和4年度の新規事業化の要望を行いました。これについてですね、道路局長より答弁をいただきます。国土交通省道路局長村山和也君。お答えします。国道1号浜松バイパスは広域的な物流交通を支えるとともに市街地の地域交通を担う重要な幹線道路であります。このうち長鶴交差点から中田島砂丘入口交差点間につきましては主要渋滞箇所となっております4箇所で朝夕を中心とした渋滞が発生しております。特に課題が大きい区間と認識してございます。このため整備を優先的に進める区間につきまして計画段階評価を進め、昨年6月に立体化と平面6車化を組み合わせた対応方針を決定してございます。また委員ご指摘のとおり本年2月10日に浜松市が都市計画決定をしております。当該区間につきましては立体化等の必要性を十分認識しているところでございます。令和4年度の事業化に向けましてしっかりと検討をしてまいります。大口義則君。次にですね、直轄国道139号の渋滞対策と一般広域道路富士宮道路についてお伺いします。直轄国道139号の一部を構成する西富士道路の交通量が平成24年4月の無料化と新東名の開通に加え
翌平成25年6月の富士山世界文化遺産登録も相まってですね、1日あたりの交通量はですね、無料化前の2倍以上、まあ、約5万弱に増加し、また特にですね、大型車の増加が著しく、令和元年の調査では1日あたり9660台と、これは無料化前の13倍の交通量になります。で、交通量の増加によってですね、富士宮市では国道139号小泉若宮交差点など主要信号交差点で、また富士市内ではでもですね、国道139号ほか主要幹線道路で朝夕の通勤時間帯を中心に渋滞が発生、週末観光シーズンにはさらに激しい渋滞が発生し、交通事故が多発するなど市民生活のや経済活動に大きな影響が出ております。令和3年3月、国土交通省の中部整備局でですね、新広域道路計画中部ブロック版でですね、その中で、この重要港湾田子の浦港から富士山南麓を結ぶ富士宮道路を広域道路ネットワーク路線の一般広域道路に設定していただいたわけであります。この一般広域道路富士富士宮道路は、両市またがる国道139号の慢性的なこの渋滞を解消し、東名新東名国道1号国道469号などの東西主要幹線道路へのアクセスを向上させ、物流の効率化、観光交流の活性化など、富士市、富士宮市からなる岳南都市圏の発展や交流促進に大きく貢献する道路であります。さらに、懸念される富士山噴火や切迫する巨大地震の災害時には、避難路、緊急輸送路として市民の命を守る命の道にもなります。本年1月29日ですね、一般広域道路富士富士宮道路建設促進規制同盟会、富士宮の須藤市長が会長に就任、発足され、私を含む地元の国会議員もですね、顧問に就任したところでございます。直轄事業としての整備の促進に向け、速やかに調査や所要の手続きを進めるべきと考えますが、道路局長のご所見をお伺いします。国土交通省道路局長、村山和也君。お答えいたします。国道139号は静岡県富士市から富士宮市を経由し、山梨県に至る静岡県東部地域を南北に連絡する道路であります。この国道139号は東名新東名国道1号を連絡するなど広域道路ネットワークを構成するとともに、富士市と富士宮市からなる生活圏の社会経済活動を支える重要な道路と認識してございます。一方で国道139号や139号に並行する県道におきましては慢性的な渋滞が発生しており、円滑な移動に支障が生じております。このため国土交通省では139号の渋滞緩和を図るため、富士改良事業や広見インターチェンジ交差点改良事業を現在実施しております。国土交通省としましては、引き続き事業中箇所の進捗を図りますとともに、139号が担う人流物流のさらなる円滑化を図るため、関係自治体とも連携しながら必要な調査を鋭意進めてまいります。大口義則君。はい、何といたしましょうね、この岳南地域の将来の発展を考えますと大事な事業でございますし、将来的にはですね、この静岡県富士宮市と山梨県南部町を結ぶ中部自動横断自動車道に接続するこの富士宮富沢連絡道路の構想もございます。しっかり道路局にご理解いただいてですね、進めてまいりたいと思います。次にですね、清水港についてお伺いします。この国交省の中部地方整備局の清水港湾事務所、これが昨年100周年の開設を迎えました。本当に所長をはじめ関係者の方にですね、清水港と地域の発展のためにご尽力いただいたこと、ここで感謝を申し上げたいと思います。そしてこの特定重要港湾、国際拠点港湾、国際旅客船拠点形成港湾であるこの清水港の整備についてお伺いします。この静岡県が公表しています第4次地震被害想定において、南海トラフ巨大地震で清水港では
津波によってですね、甚大な被害が想定されています。津波から多くの人命や財産を守り、港湾施設や港湾関係産業の被害を最小限に抑え、市民が安全で安心して暮らせる街を作るには、この外港防波堤を粘り強い構造へ改良する事業を加速化させるとともに、津波による被害から廃墟地を防護する防潮堤の整備が重要であります。で、清水港の江尻井の出地区は、住宅や工場の密集地域で、近くに JR 清水駅、音楽ホール、複合商業施設、貸しの市もあります。大型クルーズ船が接岸する岸壁があり、多くの人で賑わうベイエリアであります。が、この防潮堤のない無堤区間があります。昨年2月の党分科会でですね、この無堤区間の整備に国も積極的に支援するよう求めましたところ、日の出地区は令和3年度新規個別補助事業箇所に指定していただきました。江尻日の出地区の防潮堤整備の令和4年度の取り組みについて公安局長にお伺いします。国土交通省公安局長、浅川貴光君。お答えいたします。まず大口先生から冒頭、清水港湾事務所についてご発言をいただきました。誠にありがとうございます。引き続き、住民の方々の暮らしとそして命を守るための港湾整備、海岸整備、それから港町づくり、一生懸命取り組まさせていただきます。さて、清水港を含みます静岡県沿岸部につきましては、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されておりまして、切迫する南海トラフ地震などに備えた津波対策は極めて重要な課題であると認識しております。しかしながら、先生ご指摘のとおり、日の出地区、江尻地区につきましては、いわゆる無堤区間と呼ばれます防潮堤が整備されていない区間が一部存在しておりまして、また季節の防潮堤の高さも不十分であることから、その対策が急務であります。このため国土交通省では、ただいまご発言いただきましたとおり、効果の早期発現の観点から、この無堤区間、日の出地区の無堤区間への防潮堤の新設、季節防潮堤のかさ上げなどの対策をですね、津波対策緊急事業として採択したところでございます。現在、海岸管理者であります静岡県が設計を進めております。また江尻地区におきます津波対策につきましても、令和3年度から新たに防災安全交付金により支援することとしておりまして、静岡県が一部区間の測量を着手したところです。令和4年度も引き続き江尻地区、日の出地区を含め、清水港の津波対策をしっかりと支援してまいります。大口義則君。ありがとうございます。しっかりですね、推進をお願いしたいと思うところでございます。道路局長には浜松湖西豊橋道路についてもですね、質問を立てておりましたが、時間の関係がございます。ただ令和3年11月の同委員会でですね、中部地方省委員会でですね、西側ルートの対応ということが示されました。今後の取り組みについてお願いいたします。国土交通省道路局長、村山和也君。委員ご指摘の浜松湖西豊橋道路についてであります。地域には自動車の関連企業が多数立地しておりまして、大変重要な道路だと認識してございます。委員ご指摘のとおり、昨年11月にですね、東名高速三ヶ日ジャンクションと三河港を最短で結ぶルート案を概略ルートとして決定しております。今後、浜松市、静岡県、愛知県が都市計画及び環境影響評価の手続きを進めることとしておりまして、国土交通省としましては、これら関係機関と連携しまして、環境調査や詳細ルートの検討など、引き続きこれらの手続きが円滑に進むように取り組んでまいります。大口義則君。この浜松湖西豊橋道路も非常に重要な道路でございます。着実にですね、手続きをですね、前に進めていただきたいことを要望申し上げまして、私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。これにて大口義則君の質疑は終了いたしました。午後1時から再開することとし、この際休憩いたします。お疲れ。